奥から手前に四角い太めのブラシでハッチングしていくっていう、こういう線とか残してるのがなんかかっこいいのかなと。洗濯範囲使って塗るっていうのがグラデをしたら、そしたらこんな感じ。皆さんこんにちは、お絵かきうまくなるクラブのアドですということで、いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はあの塗りの動画なんですけども、ちょっといつもと違った感じの塗りの動画になっております。最初この人物がやったんですけど、こう目の方が分かりやすいかもですけど、こういうなんかこう線の粗さが残っててパキパキ塗るみたいな、そういうタッチについてちょっと考えてきました。こういうこの辺のカクッと感とか、そういうものをどう考えて出すかみたいな話ですね。はい、視聴者さんからのコメントです。フィリッポ・ムナイさんのような角張った色の塗り方の解説をしてもらいたいですという、コメントをいただきまして、サンプルツアーさんという方からのコメントです。サンプルツアーさん、コメントありがとうございます。はい、で、このフィリッポ・ムナイさん、ちょっと読み方合ってるか分かんないですけど、また概要欄にですね、インスタグラムのアカウントを貼っておきます。メイキングとかも載ってたので。で、あの特定のアーティストさんの研究っていうよりは、まあ、このこっち系のパキッと系の塗りについて考えるっていう動画ですね、今回は。今回あのメイキングをタイムラプスでざっくりご紹介しますけども、動画の最後にあのノーカットの、めちゃくちゃ長い動画は置いておきますので、まあ、確認したいとこだけ確認するみたいな形で、動画自体は最初の5分10分で終わるという内容になっております。ではまずこのパキッと系の塗りについてですね、とこの方が使ってるブラシ、プロクリエイトで近いのがなんかニッコラルとか、そっち系ですね。あの四角い、これはちょっとだけいじってるけど、まあこういう感じのブラシとか、平ブラシちょっと僕がいじったこういうやつとかで、これまた概要欄に貼っときますけど、僕が昔アーティスト研究した時のブラシセットなので、アレクシス F さんっていう方のねやったやつなんで、そのブラシダウンロードいただけたら入ってますんで、このセットが。このフィリッポさんのあの絵の魅力ってこういう感じで、僕が思うにですけど、面分けがはっきりされててパキパキしてて、最小タッチで描いてる感じということかなと思うんですね。例えばこの写真見ていただいて、ここはこういう斜面になってて、ここはこういう斜面になってて、でこうどんどんあの面で考えてみていただきたく、だからこれがそのまま箱を描くみたいなことにつながっていくので、また後日あの箱を描く練習動画は作りたいと思います。こういう感じでね、面で分けます。まあ、そこまで正確じゃなくてもいいので。で、面で分けの難しいという方は、僕があの空間の動画でやった時みたいに、あの手前の辺はこれと同じ長さの辺を奥に描こうと思ったらちょっと短くなるよねとね。で、それをつないでやったら面ができるっていう話です。で、この線は平行であると。この考え方を発展させていっぱいいろいろ描いてみるっていうことですね。で、これを延長していくと、消失点、平行線、奥行きのある平行線は1点で集まると。はい、なので、奥に行けば行くほど、この辺の間隔が短くなるんで、この辺のこの線の密度で奥行き出せますし、この放射線から伸びる、すべてこれ平行な線ですね、手前に伸びる。この平行線で、面を作ることができるって、この2種類かなと思いますので、髪の毛動画でやったみたいに、こういう帯状の、例えばこういう面があったとしますね。ここはこっちで僕らの方向いてるんで、まあ、同じぐらいの間隔だろうと、これ間隔が同じだとして。ですけど、向こうに行けば行くほど面の角度が変わるところではちょっとこう縮んでいくと。でこっちもこう面にね沿いますね、面に沿う。いろんな面があのこういうグリッドメッシュを入れるっていうのはこれに沿ってるっていうようなイメージですね、僕の中では。そしたらここにハッチングを入れると、そしたらですね、この考え方と同じなので、ここちょっと下がっているので、こっちに密度がね上がるよねと。で手前に来れば来るほどこう、まあ、緩やかなグラデになる。塗りと全く同じような考え方になります。で、ここもこっちに下がっていってるんで、密度上がって、ここグラデ滑らかになるよねと。でこんな感じで、まあ、この辺は緩やかなんですけども、逆にこっちのアーチ側ですね、アーチ側、ここが手前で、またこう奥にこう食い込んでいくところで密度がちょっと上がっていくみたいな、ここで密度が上がっていくっていうイメージです、食い込んでいくところで。みたいな感覚で、こうメッシュのこの線の密度で面のこう深さを出していくというか、面が向いてる方向をこう伝えるぞという、これがあのスケッチの動画とかで言ってることとちょっと近いかなっていう、ここね、ここ奥だから、奥から手前にこう、奥から手前にこう間隔を伸ばすっていうのは、まあこれですね、これの考え方ですと。こういうアーチがあって、ここから面がめっちゃ変わると、こうやって、まあ、そういう状況の場合に、ここがめちゃくちゃ濃くて、でここからここはグラデでやんわり明るくなっていくんだけど、
ここはめちゃくちゃパッキリ暗いみたいな、こういうこう面の変わり目がこうはっきりしてるような現象がこう起こると思うんですね、こういう感じだったら。でこういうのを、しっかり表現してあげるっていうのがポイントかなと。でそれを意識して、塗っていったっていうことですね。ちょっとタイムラプスで見ますと、こうメッシュを考えて、その線を入れる方向はさっきのと同じなんですけど、それをこの四角い太めのブラシでハッチングしていくっていうような感じです。で面によってこう線の、ね、方向を意識して入れるっていう。でそれでそのパキッとしてるところをより誇張してパキッとこう入れていくっていうような感じです。でこのブラシ、こういう線とか残してるのがなんかかっこいいのかなと思うんで、まあ、なるべくこう線残しながら、この辺をこう面の変わり目のここが明るくなるっていうのを活かしてみたりとかっていうことなんじゃないかなと、ね、思います。でそれを塗り進めていくとこうなりますと。だ上からちょっとこのブラシタッチ消えるようなことをやっちゃってるんで、それがちょっと台無しにしたかなとか思いながらって感じですね。どうしても難しいって方はこういう空間感覚を養う系の動画また作りたいと思いますけど、空間動画ちょっとご覧いただいた方が分かりやすいかもしれないです、ね、人物がもう塗り方は同じ手順なんですね。ちょっと目の周りと同じように描きました。なのでこういうメッシュを考えてます。本当に分かりづらい方は平行線を探ればいいだけなので、この人の顔だったら、まあ、緑で描きますと、この額のこことここはまあ平行だろうなと、ね、こことここ平行だよねと、でおでこのこことここ平行だよねと、こことここ平行だよねと、まあ、こんな感じで平行線探していったら、面っていうのは感じ取りやすくなるのかなっていうふうに、ね、思います。これで一気になんかもう人の顔っぽくなったと思うんですね。これでこういう感じの塗り方でしたよね。このこういうので大まかに人の顔のあたりを面に合わせてこうある程度面に合わせて取って、それをさらに描くんだらこうこんな感じですね。こういうパキパキ感、これだから面でこう面に合わせてこう塗っていくっていう写真ね。またこれなんですけど概要欄に貼っておきますね。もっとパキッとさせるとこうなるんですけど、これ絵の良し悪しはちょっと置いといて、例えばこのおでこの額のこの辺とかちょっと見ていただきたい。こうよりこう深みを増すためにこう箱感を出すって言ったらいいのか、箱感出す時にちょっと有効な選択範囲使って塗るっていうのが一個あるかなと思ったので、それをちょっと共有したいなと。今回のこの参考にしてるアーティストさんだけじゃなくて、結構海外のアーティストさんとかも面パキパキ分ける塗りの方って多いと思うんですけど、シニックスデザインさんっていうお絵描き YouTuber さん、また概要欄に貼っておきますけども、その方が選択範囲を使って面分けしてる様子が動画であったんですね。それは考え方はめっちゃ似てると思ってまして、ちょっとやってみますと、例えばこの面が変わるところでここの面だけじゃ塗りたいとしたらですね、左下と右下にこう食い込んでいく感じですよね。なので、左下と右下から、このグラデーションソフトブラシで例えばこうやって塗ってみると、ハッチングと同じ概念です。ハッチングと同じようにこう密度、面の密度を、面のこうメッシュの密度が上がっていくところに、沈めていくようにこうグラデをしたらちょっと膨らむんですね、この右上が。その感じで、ここもじゃあどんどん面塗っていくとしますね。面ごとに塗っていく。これだったら下側がこう、まあ、埋まるというか、ね、でこっちこの辺もちょっと面ごとに塗ると、この下側この食い込んでるところだけ、全体的にじゃなくてこの食い込んでるところだけこう塗ったら、ここだけ沈むんで、こうやってここもっと深い方がいいかもしれないです。で、次この目のここの面だけ考えると、ちょっと上のこれがかぶって、上のここもちょっと暗くて、ここもちょっと暗くて、でこの辺もちょっと沈んでますね、左。あくまでも面分けの練習なのでね、こうやって、はい、でこの辺のこの次下はというとですね、下から滑らかなアーチだろうなと。そしたらこんな感じ、こういう感じで面のグラデとパッキリを考えていくっていうのはこんな感じのイメージです。ソフトブラシじゃなくて下からハッチング入れるように、こうやってこうか、明るい方からやったらいいか、こうソフトブラシじゃなくてこういうハケブラシみたいなやつ、こういうので線入れながら
この立体感を出すように頑張ってるっていう話なんで、やり方違えど考え方は同じですね。で形出ししようとしてるっていう、こんな感じで。なんで最後の人物がもうこういう額のこの辺とか、最後のメイキング見てもらったら分かるんですけど、選択範囲で花とかも選択範囲で角を作って、グラデっていうか、まあ全部このヒアブラシカサカサでやってますけど、それでこう面のこの境目の段差を出しております。本日はねここまでとなっております。なのでまあ僕的にはこのリアル系の模写系だったら、多分着色するときに使っているブラシと書き順が違うだけで、根底にある考え方とかはなんか似てるっていうか、まあ皆さん一緒な気がするんですね。でそのために僕が大事だと思ってるのは、箱を掛けるようにするとか、空間感覚のレベルを上げていくみたいなことかなと思うので、また皆さんと一緒に箱を描く練習とかもねしていきます。はい、であとですね、最後にこの描いたこのイラストデータ、これ近くで見たい方いると思うんですよ。このデータをどういう状況なんですかと。でこの辺のレイヤーとかも説明に使った資料もろともですね、またプロクリエイトデータをガムロードに設置しておきますので、まあ、お絵描き研究にね、ご使用ください。まあ、なんかこれを印刷してめちゃくちゃ販売とかしてなかったら全然問題ないので、はい、確認用に使ってみてください。それではここからはノーカットタイムラプス設置しておきますので、まあ、確認したいところだけご覧いただけたらと。ただめちゃくちゃ長いんで倍速何倍かにはしてますので、その点だけご理解ください。それでは皆さんもパキパキ塗りトライしてみてください。次回の更新もお楽しみに。さよなら。